三つくり臨床から1897年11月29日は、幕末から、明治時代の日本の幕臣、官僚、洋学者、法学者、男爵、法学博士、元老院議官、司法次官、貴族院直選議員、行政裁判所長官、和仏法律学校所代校長を歴任し、民法、商法編纂委員、法律取調べ委員会委員、 法典調査会主催委員を務めた、三栗正吾、新夫妻の長男として、江戸の津山藩邸に生まれた、陽名は貞太郎。祖父は、蘭学者の三栗玄保で、父、正吾は、玄保の無こ養子母、親は、玄保の四女だったが、父、正吾が若くして亡くなったので祖父、玄保に育てられた、玄保の死後、三栗家の家徳を相続した、いとこに、数学者、 菊池大六、動物学者、三栗柿地、歴史学者、三栗玄八、王子に、蘭学者の三栗周平がいる。藤森天山、浅香盆斎に漢学を、家と江戸幕府の番書調べ書で蘭学を学んだ後、ジョンマンジローについて、英学を学んだ。1861年に15歳の若さで、番書調べ書の英学教授鉄ダイナミ出役。 1864年には、外国武行支配翻訳語用盗取となり、福沢諭吉、福地玄一郎らと共に、英文外交文書の翻訳に従事した。三つくり臨床といえば、フランス法学者のイメージがあるが、彼は元来、英学者であった。また、法典調査会時代にはドイツ語文献も読めるようになっている。1867年。 ナポレオン三世のパリ万国博覧会に際して、将軍の名城として出席する、徳川義信の弟、徳川秋武に、幕府の命により、渋沢栄一らと一緒に随行。その後、徳川秋武と共に、フランスに留学した。帰国後の1868年、明治新政府の下で、改正所御用係から、兵庫県御用係となって、新設の神戸洋学校教授に着任。 時の兵庫県令、伊藤博文は、牙で出迎え歓迎を表した。翌1869年には、東京に戻り、外国館翻訳御用係となるが、外交館を好まず、同年大学南校大学中博士に転じる。なお、同年開いた、私塾、教学者には、岸本達夫らが学んだ。1869年、3位、添島種みから、 フランス系法典の翻訳を命じられ、翌1870年には、制度取り調べ局長官、江藤新平から、フランス民法典の翻訳を命じられた。以後、長年にわたり、法典の翻訳、編纂に携わっていく。また、1871年に、文部省が設置されると、その基礎がために参画し、学生の基礎、制定にあたっては、基礎委員長とも言うべき地位にあって、 主導的役割を果たした。日本で初めて権利、義務という訳語を用い、また、動産、不動産、知財法義務総裁、未出条件などの訳語を新規に創作し、5年の歳月をかけてフランスの諸法典を全に役したフランス法律書は、日本国の人々に初めて近代法典というものを実物で知らしめ、近代的裁判制度への大きな転換期にあって、 手探り状態の中で裁判に当たっていた、当時の司法官や、その後の日本の近代的法制度の整備に多大な影響を与え、日本における法律学の基礎を築いた。このことから、三つくり臨床は日本における法律の元祖と評される。ちなみに、コンスティチューションを憲法と訳したのも三つくり臨床である。法律以外の分野では、1874年に、 フランスのモロード・ジョンレの統計学の本を翻訳した日本初の統計学の本を出版している文部省司法省の官僚として近代的法制度の整備に尽力する一方1873年にボアゾナードが来日して以降は彼の下で法典の編纂に従事した1877年には民法編纂委員となりその後も商法編纂委員になるなど 諸法店の編纂に大きな役割を果たした。民法店論争では実施断行を主張したが、旧民法店の施行延期が決まった後は、法典調査会の主催委員に任命され、新民法店の編纂に積極的に関わった。1894年10月、法典調査会の副総裁だった西恩寺金持は、総裁伊藤博文に対し、 副総裁を三つくりに譲りたいと願い出ている。1889年、当時司法時間となっていた三つくりは、和仏法律学校の初代校長に就任する。以後、1897年に死去するまで、公務の傍ら和仏法律学校の校長を務めた。また、森有則、福沢幸地、青州、加藤博之らと共に創立した民六社において、啓蒙活動にも力を注いだ。 幅広く活躍し、多忙な生涯を過ごしたが、1897年、強心症のため51歳で救世した。死に際して、男尺を授けられている。文下生は百数十名を、優に超え、日本の近代の幕開けに際し、多くの草分けの人材を輩出した。著名な文下生として、中江町民、岸本達夫、大井健太郎、宮城博志像、須公平らが挙げられる。 千歳、元との間に三男三女、五歳、当との間に四男、年を設けた。長男、大一は1873年10月1日に1歳で、次男、翔二郎は1876年10月1日に、同じく1歳で溶接したので、臨床の死後、三栗本家の当主及び社会は三男、翔蔵が継いだ。翔蔵は、独身のまま他界したので、 肖像の死後はその異母帝にあたると潮が家徳と爵位を継いだ。また次女、重子は1882年4月5日に12歳で創生したが、長女、貞子は動物学者の石川千代松に、三女、美佐子は物理学者の長岡半太郎にそれぞれと継いだ。ちなみに臨床の林はキリンの二文字目であるが、伝説の動物であるキリンにちなんで、 実在する動物であるキリンを命名したのは、石川千代松によるものである。三栗男爵家の三代目、三栗俊夫は、陸軍中将、大島健一の長女、長江と結婚した。元日本大学農獣医学部教授の三栗昭一は、俊夫、長江夫妻の長男であり、臨床の孫にあたる。また、極東国際軍事裁判で永久戦犯として、終身刑の判決を受けた。 大島博士は、大島健一の長男であり、三作利斗司夫の義兄にあたる。臨床の先妻、元の母木は、すなわち、三沢性格の妻は、佐藤大善の次女なので、臨床は、佐藤大善の孫娘と結婚したことになる。元の長子、君の夫は、半次の三沢元へ、次子、吉恵美の夫は、小形公安の次男、尾形小型恒恵元の末妹作の夫は、 田村初太郎、三沢家の養女 A の夫に、田中義夫、伊吹妹と、奈子は、人類学者、坪井正五郎に嫁いだ。数学者、政治家の菊池大六、動物学者の三作柿地、歴史学者の三作原八、統計学者の五分層、医学者の五秀蔵はいずれも、臨床の重定にあたる。ケースフランス滞在時の三作臨床1891年4月撮影会。 勲章投薬証編書、ありがとうございます。